視聴者さんからリクエストがやってきた。任せてちょうだい。もちろん使うのはユバーバの魔力とこちらのガラスペン。実は私、人間描くのが超苦手。とりあえず体から描いてみたけど。待って、マジむずいぞ。次は王道の目から描いていく。なんか上手い人は目から描いている人が多いらしくて、一番バランスが取りやすいらしい。豪華絢爛な衣装もしっかりと。そして最難関、手。これはちょっと下書きしないとさすがに無理。長い爪を印象的に陰影をつけていけば。できました。じゃーん。威厳と妖艶さの漂うユバーバの完成です。ちょっとゼニーバっぽい優しい、